はい、皆さんこんにちは。福岡博多チャンネルです。南翔と。はい、こちらのチャンネルではですね、福岡博多の様々な情報をできるだけわかりやすくお伝えするというチャンネルになっております。いつもいいねとコメントありがとうございます。はい、ちゅうことで本日もグルメネタです。すいませんね、もうなんか週に何回2回か3回ぐらいグルメネタですね。はい、本日はですね、博多駅の方に最近、去年かな、できた、梅山鉄平食堂さんのご紹介になります。はい、こちらですね、天神の方に本店があるお店で、本店の方には行ったことあったんですけども、博多の方はですね、つい最近まであることを知らなくてですね、つい最近見つけて、あ、じゃあ今度行ってみようかなと思って行ってきました。はい、それでは早速行ってらっしゃい。場所なんですけども、博多駅からですね、キャナルシティに、向かう途中にあるような感じですね。だから、まあ、ただ中間っていうよりかはもうほとんどキャナルになりますので、博多駅からキャナル行きのバスに乗って、まあ、ちょっと戻るっていうのもいいかなっていうふうに思います。ただまあ歩いてもそうですね、7、8分ぐらいですかね、で着くと思うんで、全然歩ける範囲かなっていうふうには思います。いつものように博多駅前からの出発になりますね。博多駅前通りを、西に向かっていくような感じですね。まあ口で言うとちょっとめんどくさいんですけども、要はもう博多駅を背にしてまっすぐ進んでいけば大丈夫です。でこのお店なんですけども、さっきも言ったんですけども、天神の方にですね、本店があるんですよ。で天神って言ってもですね、住所的には多分渡辺通りになるんですよ。だから天神南駅の方が近いんですよね。で、天神の方のお店にですね、行こうと思うと、天神駅から、まあ、地下鉄天神駅からでいいんですけども、歩いていくとそこそこかかります。なので決して便利がいい場所にお店があるわけじゃないんですよね。だから僕も何回かは行ったことあるんですけども、そんなしょっちゅうは行ってないんですよね。だからこっちの方のお店がですね、僕としてはアクセスがいいんじゃないかなっていうふうに思います。で梅山鉄平食堂さんなんですけども、僕はですね、ここのお魚がすごく好きなんですよ。なのでまあ大体魚を食べたいなってなった時に、まあ、梅山さんとか、あとあそこどこだっけ、和助じゃねえ、マサフクが、アクロスに入ってるですね、あそこの大体2択になるんですよね。で時々魚中さんとかに行くことが多いですね。はい、こちらになります。ザ・ブラッサム博多プレミアっていうホテルの2階に入っております。で営業時間なんですけども、11時半から15時半これがお昼の部ですね。で17時から22時半これが夜になります。で水曜日がお休みになってて、ただですね、今テイクアウト、お弁当も出されてるみたいで、お弁当の受付は10時っていう風になってるんですよね。なのでちょっと受け取りがですね、10時に受け取れるかどうかっていうのはわからないんですけども、10時からやって受付はしてくれてるみたいです。でお店の中なんですけども、結構広いです。どれぐらい入れるのかな、30人40人は入れないかな、けど結構広いので、本店の方はですね、結構行列して待つことが多かったんですけども、こちらは多分そんなに待たなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。なんか洒落てますよね。本店の方も結構洒落てんなと思ったんですけども、こっちめちゃくちゃ洒落てました。はい、で外の景色がですね、まあビルばっかりなんですけども、まあ見ながら食べられるっていうのはいいかなっていうふうに思います。はい、で本日私がいただいたのがですね、平戸のですね、しし漁港から取り寄せたしし木だるま鯛炙りごま定食。はい、これが多分だるま鯛ですね。で、それにだし巻き卵を3切れつけてます。でこれがですね、梅山さんのところのもう大人気というか、ふりかけがついてくるんですけども、じゃこと梅干しと、すいません、料金はですね、ごま定食の方が1050円で、だし巻き卵の方が3切れで300円ですね。このだし巻き卵もすごく美味しいです。はい、で、このふりかけですね、ふりかけがまあうまいんですよ。でご飯はおかわりできるので、お味噌汁もできたかな。なので
このふりかけを堪能されたい方はですね、おかわり全然ありじゃないかなというふうに思います。で、私はどっちかというとお魚を食べることが多いんですけども、もう普通に肉じゃがとかチキン南蛮とかですね、あのお肉料理もあるんですよ。で、ナス味噌かなんかも一回食べたことあるんですけども、まあ美味しかったですね。はい。で、お魚のラインナップなんですけども、おそらくその日の仕入れとかによってメニューがちょっと変わるんですよ。で、毎日毎日献立を出してくれてるからですね、あのホームページとかで確認できますので、まあ食べれないものはないとか、まああと食べたいものがないっていうのがないとは思うんですけども、まあ心配な方はですね、一回ホームページをご覧になった方がいいんじゃないかなというふうに思います。肉じゃがとかチキン南蛮とかさすがに毎日あるとは思うんですけども、お魚ですね、目当てのものが食べたいっていうのがあるんだってあれば、あ、はい、すいません、ちょっとごちそうさまを取るの忘れてました。ごちそうさまでした。で、先ほども言ったんですけども、メニューが変わるので、まあ、一応ですね、行く前にホームページを、確認されてもいいかなというふうに思います。で、まあちょっとですね、このお店、コスパがいいかと言われれば、まあクオリティに対しての金額はいいとは思うんですけども、単純に金額だけを考えると、まあ、そこそこはしますね。はい。僕は全然その高いとは思わないんですけども、ワンコインとかをイメージされて定食を食べに行こうと思うと結構うんって思うかもしれないので、まあそこはちょっとねご了承の上行かれた方がいいかなというふうに思います。はい、ということでですね、本日は、どこだ、博多駅にある、梅山鉄平食堂さんのご紹介でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。失礼します。